はい、こんにちは、皆さん、どうも、ジュイです。ゆいです。はい、今日はですね、今日やっていくのは、ダカ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 ドン。じゃじゃん。こっち。前回こっちだった。こちら。これなんだ。はい、鉱石風だ。鉱石風のニュアンス、大理石っぽい、鉱石っぽい、ちょっと不思議な感じのアートをやっていきますので、ぜひ皆さん一緒にこれ覚えちゃいましょう。イエイ。じゃあ色の方からやっていきますね。ベトロが6種類、ベラフォーマ1種類、BL1 種類でやっていきます。ちょっとね、この子だけ表面が剥がれそうだったのでテープでくっつけてるんですけど、許してください。みんなもあるあるですよね、きっとはい、ベトロのが85330332458977411、場所がちょっとずれてるな、まあ、いったで、ベラフォーマが162、ちょっとメタリックなレッドですね。で、BL が014、ちょっと粗めの5、ピンクのラメです。後で紹介していきますね。まずはちょっと今この子、フジを塗って固めた状態です。先にね、ちょっと使うのはこの411のベージュなんですよね。この子をまず塗っていくんですけれども、こんな感じですよね。こんな感じなので、もうその通り、先にベージュをのせたいところだけでいいですよ。もう裏返すとこんな感じなんで裏返しちゃった。先にもう頭の中で想像して、別にあの通りにならなくていいんですけど、この鉱石っぽいのがどこに来るかを予想して、このベージュを使って先にもうそこ以外を塗ってあげましょう。で、特に、お好きなベージュとか、ベージュなくてもいいんですけどね、何でもいいんですけど、なんで今このベージュを使ってるかというと、すごく、ベージュ系って結構ムラになりやすかったり、あとは発色がちょっと弱かったりするんですよね。でもこのベージュはしっかりもう一度塗りで発色できるんですよ。411は優秀で。なので私はこういう時は他をね、何でしょう、ヌーディーな感じでまとめて一本だけこういうのがポイントで来る感じに仕上げたい時はこういうベージュを使うことが多いです。411とかこの410とかそこら辺のシリーズを使うことが多いです。はい、でここでさっきね、裏返してもうちょっとバラしちゃったんですけど、こういう感じで先にフィルムを貼ってるんですよ。フィルムも何でもいいんですよ、フィルムも。今これ使いますね。これなんだっけな、宝のアートホイルみたいな名前だったはず。ごめんなさい、はっきり覚えてないです。で、その子を、ハサミで直近したら、はい、ベージュのところ以外に置いていきましょう。で、富士を塗った後って、固め硬化した後すごくこういう感じで未硬化ジェルでもうしっかりつきやすい状態なんですよ。なので割とね、狙ったところにしっかり乗せられると思います。うん、こんな感じですね。はい、そしてここからですね、もう出しちゃったんですけれども、先にもう使いながら色の、名前をもう一回言っていきますね。まずこの子を使います。ベラフォーマの162、ベラフォーマの162、この子は結構ねポイントになってくるんですよ。今回は162をもうそのまま塗っちゃっていいですよ。なんとなくこの境目にね、うん、これぐらいで大丈夫です。で、少し重なるイメージで、赤だ、この、ベトロの330、この子を置いていきますよ。ちょっと重なっちゃって大丈夫です。そしたらこのね、この不思議なメタリック感と混ざりながら、独特なちょっと鉱石っぽいニュアンスが出てきます。で、お隣に置いてるのは私の大好きな、ベトロの332です。マンダリンオイルかな、この子置いてます。
あの隣のね330とも相性がいいので、こういう感じであのうまい具合に伸びてくれます。あとはこの332と混ざったところがね、このいい感じに418、みんな大好きですよね、このオイルシリーズ、オイルシリーズを塗っていきます。こういう感じかな。うん、もうこれぐらいでいいですよ。一回固めますね。もう割とできてきてますよね。結構こういう感じで簡単にできちゃうんですよね。で、ここからは私の大好き、こちらも大好きなんですね、富士山、おなじみですよね。富士山をまず軽く一層引きますね。富士山を引いてあげて、引いてあげたら、85、レトロの85、まあ、濃いめのカラーでやるんですけれども、他に、お気に入りの濃いめカラーがあればそちらでも大丈夫ですよ。85を使って、あ、85出してた、出してました、ごめんなさい。この子ですね、ちょっと濃いめの、うん、焦げ茶寄りなブラウンですね。ちょっと顔料強めです。この子をこの境目、ベージュとの境目をアシストするような感じで富士を塗って硬化する前に、こういう感じでちょっと筋張ったものができるようなぐらいで引いていきます。濃いところと薄いところあって大丈夫なんで、あまり几帳面になりすぎない方がいいかな、こういうのは。あとはちょっと富士だけを取って、こういうところにちょんちょんちょんと足してあげてもニュアンスが刺されますね。これぐらいでいいですよ、これぐらい。あまり触りすぎちゃいけないですね。で、最後なんですけど、もう最後です。最後、ごめんなさい、正直に言いますね。最後から2番目。ゴールド、このね、977、おなじみですよね、この子も。この子を使って、これまだね固めてないです。まだこのブラウンの工程、焦げ茶の工程をやって固めてないです。で、最近私が好きな感じに、こういう感じでちょっと引っ張ってあげましょうか。引っ張ってあげて、この全体的なこの何、こういう大理石だったり、こういう鉱石っぽいネイルって表面の表情になんとなく流れがあるんで、その流れだけ崩さないように引いてあげましょう。こういう感じですかね。引くと結構メリハリが出てきますよね。うん、これで固めて、ここからが最後です。ここからが最後。はい、この子使います。この子皆さんご存知ですか？ちょっと知らなかったんじゃないですか。ほら、結構ね、しっかりしたピンク色の、発色のいいラメなんですけど、今回ね、あえてこの子を使ってやっていこうかなと思います。なんかこの粗いラメが、すごく BL のね、粗いラメシリーズがあるんですけど、すごく可愛いんで、ちょっともしかしたら皆さん、気づかれてない方がいるかもしれないと思って、ちょっと使ってます。本当に可愛いですよ。この粗いラメを私はこういう風にポイントで軽く乗るぐらいでアートに足すことが結構あって、軽くなんですけど、アートに足されると存在感がね、この軽くなのに粗いラメなので存在感がしっかりあるんですよ。なのでしっかりメリハリ、しっかり何回言うねん。メリハリがすごく出てきます。スッと。まあ、このバランスは難しいかもしれないですけど、きっとできます。こういう感じかな？うん。これぐらいかな。あんまり大きすぎてもね。まあ、これぐらいでいいかな。で、少し調節してあげて、うん、こんな感じで固めようかな。
結構早いでしょ。この後もこれぐらいさささっとできますよ実は。で最後コートして終わりますね。うん、こんな感じです。鉱石っぽくて可愛いですよね。でもこのちょっと粗いラメだったりそういうので遊び心を足してます。コートをしてあげて、はい、固める前ですけど、よいしょ、こんな感じです。いいですね、いいですね、いいですね。すごくポイントが出ると思いますよ、ぜひ。いや、いいですね、かわいいですね。ぜひちょっとやってみて、はい、ぜひアウトプットして私をタグ付けしてください。ありがとうございます。イエイ、キュンです。はい、ということで、鉱石風のニュアンスアートどうでしたか。ああいう風になってるんですよね。手順を追ってやっていくと必ずできるはずなので、ぜひ皆さんアウトプットして僕をタグ付けしてください。イエーイ。